トランプ大統領、アツイグです。はい。トランプという感じになるわけなんですけれども、トランプ大統領、アメリカの大統領という形になるわけなんですけれども、トランプ大統領がどういうふうな形で、まあ要するに大統領になったのかということを皆さん考えてください。いいですか？アメリカは大統領制という形になります。はい。で、トランプ大統領っていうのは、まず国民に対して、まあ、訴えかけますと。自分はこういう政策を打ちますと。こういうふうにやりますとかね。こういうふうな形になります。まあ、トランプ大統領なんかヘイトスピーチだとか、なんか、容姿差別だとか、まあ、いろんなこうことギャー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 言われるんですけれども、まあ、ちゃんと YouTube 見てですね、トランプ大統領の演説とかに全部聞くとですね、そんなに別に言ってねえだろうとか思ったりもするんですけれども、じゃあ実際蓋を開けてみたらどうなったかってことは、トランプ大統領が勝ったということなんですね。じゃあ、なぜそれが勝つかということになるわけなんですけれども、国民が言うわけです。国民がいて、いいですか？直接大統領を決めるんです。ここが最大の違いです。ここが最大の違いという形になります。日本とアメリカの最大の違いってここにあるわけですね。国民が直接選挙によって大統領を決めてしまうということになるわけです。だから権限がでかく見えるわけなんです。いいですか？権限がでかく見える。だって俺国民から支持されて大統領になったんだぜ。なんか文句あるのか？っていう話なんです。つまり、どんな発言をしようが、どんな内容のことを言おうが、どういう風な主張をしようが、どういう風に過激なことを言っていようが、俺は国民から支持された大統領だぜ、という風な形になるわけですね。ここがポイントになってくるわけです。だから、国民が選んで大統領を決めると。国民が選んで大統領を決めるという風なところが大事になってきますよ、という風な形になるわけですね。これが大統領制という風な形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。